西宮市民の間にいつか行こうかな、1回ぐらい行っとこうかなと思っとったけど、結局な、わざわざ行くのもなーってなって、行ってなくて、そっから旅館に帰ってきて、いつか行きたいなと思いながら、結局わざわざそこに行くのもなーっていう、感じで、結局行ったのが一宮タワーですね。138メートルなんですよね。一宮で、語呂合わせでね、138メートルのタワーを作った。138メートルなんでね、めちゃくちゃ高いだろうっていう感じもねえし、もう、っていうふうにですよね。しかも、一宮でも、めちゃくちゃ端っこの方にありますからね。大きく掲げながら、でも、川島さんいるよ、実際ね。一口食べといてもいいかもな。ね、カットインですじゃなくて、カロインですね。東安高輪道の駅があるんで、多分何かしら食べれると思いますからね。あれ強いね。あれ？あれめちゃくちゃ怒らない。そうです。あれ。最近でこそ仕事のね、12時休憩とかのところが多いね、多いとはね。あ、でも普段俺も12時休憩のところじゃなくて12時に移ってないからあれだけ。あんまり私12時のピークの時間に、よりはずらして食べたがる人ですからね。さあ、岐阜県に入ったら、一宮タワーが近くに見えるんですよね。そう、この川沿いに建ってますからね。偏僻すぎんね。一宮の市街地から遠すぎんね、一宮タワー。しゃあないけど。めっちゃ虫飛んどるー。そしてめっちゃ虫当たるー。めっちゃ虫当たるやん。殺生なことしとるでー。さあ、かもしれない。台北を押すよってこと。めっちゃ虫当たっとるー。これ、今日、先生しようかな。すげえな。なんでこんなに虫が。よいしょ。動いてるね、カンカンちゃん。よいしょ。ここも大きい、アイベオアシスですからね。こっちに公園がありの、混んでるね。奥。混んでるね。どこ空いてる？じゃあ、軽くご飯食べとこう。これ本当に鉄道系のシリーズなのか、本当に。それで JR 西日本か、ターミナル駅完全生産の旅、入れていいのかな？なんか審議した方がいいか？ よし、まあいいや。撮ってきまーす。さあ、食べてきました。うまかったー。岐阜タンメン食べました。よく出てるチェーン店の岐阜タンメンとは別に、ここのオリジナルのやつみたいなんで、正式名称が何だったっけ？川島タンメンだったっけ？美濃タンメンだったな、になってましたけど、タンメンですね。まあ、こっちは、一つ。な、岐阜タンメン、今や、すっかり、定番品でね、名産品として定番になってますからね。
なんでピンポンってなる。ああ、そっか。ここあれだ。交流になってるんで、表下線かな？確かそっか、それでかな。さて、あっという間に笠祭りに入って、ここはカメラのあれかな、入り口のところかな、まあ、ここは来た方がいいですかね。なんかな、今日まだまだ先ですからね、あれして、ここからシェアといって、そこから一山越えないといけないですかね。あ、ちなみになんですけど、もう、有名なルートなんで、知ってる方もいると思うんですけど、多分地図で見たら、いや、もっと直線距離で行ける便利な国道があるじゃないかと、ね、思われるかもしれません。165号線だったかな？ってのがあるんですけど、あの道は、落ちたら死ぬっていう看板が有名なね、うちも撮ってきたことありますけど、すさまじく 不便極まりない、不便というか、まあ、危険な、道ですからね。さすがに、あそこを走って、さっと行こうというふうには、ならんすね。というか、下手すりゃ、通行止めの可能性が高いですからね、あそこは。今どうなんだろう。で、ほぼほぼ土砂災害で通行止めになってるイメージですからね。こっちで言う鞍掛峠ぐらいのイメージですよね。国道306号線ですね。を越えて、ビデオカメラだと明るく見えますけど、かなり暗いですからね。君ね、普通だからな。あんま飲まねえのよな。よし。で、また一応寄付して濁ってくるんですね。戻るっていうか、まあ、進んではいる。まあ、自分は進んでるんですけど。ちょっと行政区画が、複雑っていうほど複雑でもないですけど、各務原岐阜関のね、あたりはね、ちょっと初見殺しのところはあったりしますよね。三重はそのあたり、基本一本道をどう行くかなんで、縦流れなんでね、岐阜は結構縦横どっちにも広いですからね。禁止だ。飛び込みトンネル。まあでもそのトンネルがあるおかげで、東海北陸自動車道は、幾分と便利ですからね。今から考えると怖いよな、この木。なかなか飲む以上、今日来てますね。東海管理じゃダメね。東海国立でこのままずっとですね。